こんにちは、こんばんは。前回の鈴鹿ツインサーキットのフルコース走行からですね、速度が高いコーナーでですね、鈴鹿ツインサーキットのフルコースでいうところの 50R なんですけども、遠心力でリアが横に走ってしまう動きの対策としてですね、リアタイヤを新品の 050M コンパウンドにして、でフロントのスプリングレートを2キロアップで、ガレージフラックスさんのウィングにガーニーフラップを追加で、それに伴ってですね、この組み合わせだとグリップのバランスがリアに寄りすぎるんちゃうかなっていう風な予測で、フロントをですね、当てずっぽで3ミリ車高を落としました。でですね、今これ、早送りで見ていただいてるんですけども、鈴鹿サーキットの、先導走行中です。でセッティングの変更をしたことでですね、どう変化があったのか試してきましたんで、感想をですねお話ししていこうかなと思います。で鈴鹿サーキットはですね、ミニサーキットと違ってドライバー側っていうか私自身がですね、目いっぱい行けてないんで、変化に対して正しい評価ができないんじゃないかなっていうことで、走り慣れたミニサーキットでの変化を動画にするつもりだったんですけども、自分に対しての記録みたいな意味も込めてですね、動画に残しておくことにしました。ですので前回の動画の最後でですね、確か次回の走行からブレーキパッド 53C ですみたいなこと書いてあったと思うんですけども、今回のこの鈴鹿での走行はですね、前回と同じくゾーン3の 18E を使ってます。でですね、動画のタイトルにもなってるんですが、ガーニーフラップの効果ですね、まずサーキットに到着するまでの道中で時速80キロ前後でもガーニーフラップによる効果をですね、しっかり体感することができました。で、街乗りでですね、どんな風な感触があったかなんですが、ダンパーの減衰を抜いたりですね、タイヤの空気圧を下げたりした時のような、タイヤがしなやかに路面を追従するフィーリングが出てきます。でこれをガレージフラッグスさんのウイング単体でも十分感じることができたんですが、その、印象がさらに上乗せされるかなっていう風な感じです。でたまたまですね、街乗りでなんですけども、同じ ZC33S のスイフトスポーツで、ブーストアップの車両なんですけども、エアロが全くついてない、純正エアロっていうか、車外のエアロパーツがついてない車に乗せていただく機会がありまして、自分の車と比較するとですね、ああやっぱりエアロ、ガレージフラックスさんのエアロ効いてるんやなっていうのが、再確認することができました。やっぱりずっと同じ車乗ってるとですね、慣れが出てきてその恩恵も薄れてくるというかですね、感触、エアロがない時の感触を忘れてきますんで、いい経験になったかなというふうに感じます。で、鈴鹿サーキットでの走行はですね、これ、今見ていただいているのが、この日のベストラップだったんですけども、気温が26度でですね、タイムは35秒6で、まあ、オンボード見た感じというか見たまんまですね、勢いのない雰囲気がタイムにも現れてるな、ビビってんなっていう風な感じですよね。でフロントのスプリングレート2キロアップと、リアのガーニーフラップ追加でのフィーリング変化はですね、かなり良くなったっていう風に言うと抽象的すぎるんですが、車の姿勢がすごく安定するようになりました。でコーナーの中盤というか G を横に預けてからの前後のストロークバランスの良さは、スプリングレートの変更というか2キロアップが効いてるのかなってところで、ガーニーフラップに関しましてはですね、フロント車高を3ミリ、当てずっぽうでですね、3ミリも下げたのに、高い速度からコーナーへ飛び込んでいく際のですね、安心感が増えました。でまあ、ガーニーフラップですね、たった15ミリほどの高さのものなんですけども、はっきり体感できるほどの効果がありました。でこういったエアロパーツもですね、結局足回りと一緒で前後のバランスが重要なものかなと思いますんで、ガーニーフラップですね、両面テープでピット貼ってあるだけですんで、セッティングアイテムとしてもですね、有効活用できるんじゃないかなっていうふうに思います。でもですね、なんかね、まだリアに荷重が乗ってる感触が薄っぺらくて、なんか思い切ってステアリングを切っていけない、根本的に解決できてないなっていう風な印象が強いですね。なんかね、
まあ、例えばなんですけど、お腹が痛いのは間違いないんですけど、下してるわけじゃなくて、胃が痛くて、で、それが収まる薬をなかなか見つけられへんなっていうような、状態です。でですね、まあ、速度域の低めなミニサーキットですと、まあ、そこまで変なっていうか気になる動きは、まあ、小さめっていうか、あれなんですけど、鈴鹿というか速度域の高いサーキット持ってくると、なんかリアに安心感がないというか、まあこれも鈴鹿でクラッシュしてからトラウマになってるっていうのもあると思うんですけど、まあ車高を触ってみたり、アライメント触ってみたり、タイヤ変えて減衰も触って、空力もなんやかんやいろいろ試してるけど、昔ですね、EG のシビックで走ってた時のようなリアの安心感が全然出てこなくて、だいぶ行き詰まってる感があるんですが、まあリアにですね、大きなウイングをつけることなく、メカニカル的なところでですね、端回りの、ところでもう少しいいポイントがあるんじゃないかなっていう風な思いでですね、もう少し粘ってみようかなと思います。でですね、これ、まあ、ちょっと動画は順を追って少しずつ出していこうかなと思ってるんですが、実はこれ、まあ、ちょっと、鈴鹿ツインのフルコースの 50R でしかちょっとまだ試せてないんですけど、多分ね、これ解決するとこ見続けることができたんですよ。ちょっと動画にはまだしないんですけど、ですんで、まあ、ちょっと一安心かなって感じなんですけど、で、次回の動画はですね、今回これ鈴鹿で当てずっぽうで 3mm 下げたフロント車高をまた 3mm 上げてですね、でスプリングレートを変えてから減衰力、ダンパーの減衰そのままずっと触ってなかったんで、そこももう一度見直してですね、走り慣れたミニサーキットにて、試した様子をですね、公開しようかなっていうふうに思ってます。はい、じゃあ今回は短いですが、こんな感じで以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。